皆さんこんばんは。12月30日、ネクストファームがお届けしています早わかり農業ニュース、日本農業新聞さんの記事の抜粋からお伝えします。最初は上ですね。鳥インフル最多ペース、22道県49例、地域を問わず要警戒。高病原性鳥インフルエンザが全国で猛威を振るっています。今期は過去最も早い10月に農場で初発生し、29日午後6時までに22道県で49例を確認。殺処分対象の鶏などの数は730万羽に上っています。いずれも過去最多とのことです。続きまして真ん中ですね。高機能バイオズミ開発へ、グルナビ、全農、農研機構など。飲食店情報サイトを運営するグルナビと JA 全農、農研機構などは、土壌に使用することで農作物の収量向上が期待できる高機能バイオズミの開発に乗り出します。2030年度までに開発から製造、流通、使用体系の確立までを目指すとのことです。それでは最後下ですね。米粉専用品種増産へ、機械・施設を半額補助、農水省。農水省は米粉専用品種の拡大支援に乗り出します。種子の増産を支援する事業を設け、生産者や JA などを対象に育苗機や乾燥機といった幅広い機械・施設の導入を半額補助します。パンや麺への加工に向き、需要が見込める品種の生産を促す狙い。合わせて措置する専用品種への新たな転作情勢も通じ、国内で自給可能な米粉の利用を広げ、食料安全保障の強化や水田の維持につなげます。対象品種はパンに加工した際に膨らみが良いエミダワーをはじめ、水ホチから福の子、アジアの香りなどを想定しています。輸入に大きく依存する小麦の代替として増産を促します。導入を補助する機械・施設は床土、種もみ処理施設や災害機、ハッシュ機、比重選別機など幅広くなっています。すでにある施設に機械を置く場合も支援するとのことです。種子消毒施設や包装施設といった種子種苗生産関連施設は、計画処理料1トンあたり111万3000円が導入費の上限となります。2022年度第2次補正予算で140億円を計上した米粉の利用拡大支援対策事業で対応するとのこと。同事業では食品製造事業者の施設整備や商品開発なども支援するそうです。当初は米粉専用品種への転作助成も見直します。23年度予算案ではパン麺用の米粉専用品種であれば同9万円を受けられる、米新市場開拓等促進事業を新たに110億円で措置しました。こうした助成も講じ増産を促すとのことで、当初は米粉用米の生産量を30年度までに13万トンに増やす目標を掲げています。はい、それではここでネクストファームからのお知らせです。ネクストファームではスマート農業ハウス賃貸募集ということで、このスマート農業ができるハウスを借りてくれる方を募集しています。ハウスの規模なんですが、1棟あたり幅9メーター、長さ54メーター、高さ5メーターとなっていて、総面積約495平方メートル、150坪のハウスとなっています。特徴としては耐雪体感仕様で ICT システム導入、自動設備制御を行えるということと、換水制御システムによって自動換水が行えるというところが特徴になっています。外側の設備の例としては、こちらの絵にあります通り、換気扇や転送、外部上下側送というのが自動で開閉するのに加えまして、内側については遮光カーテンですとか保温カーテンがついていて自動で開閉を行います。今後ろで、閉じようとしているのは遮光カーテンですね。夏の暑い日にはこういったものが閉じて、暑さを防ぐということができるという仕組みになっています。このハウスなんですけれども、今なら格安ということで、なんと1棟あたりですね、月額5万円でお貸しします。土地代、建物、システム保守料、電気代、水道代全部込みになっています。入っていないものとしては暖房燃料ですね、灯油代のみ実費精算となりますので、灯油代を使わなければ、この5万円だけでできるというところになっています。ぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。またこのハウスの活用方法なんですが、新規事業の負担軽減ということで、新規収納の際に設備費用をかけずにですね、まずは賃貸で農業をやってみるということだったり、異業種の参入だったり、そういったところで活用できるものとなっています。
他にも農業以外としまして、全店舗型のアウトレジャー施設として内部に遊具を設置しての運営でしたり、室内ドッグラン設備のようなものを入れてですね、ペットと過ごす新しいレジャー空間の提供ですとか、または雨風をしのぐ資材置き場といったものですとか、そういったものにも使えます。いろんな使い方ができますので、ぜひこれを機会に借りてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先等はこちらの下に書いてあります。メールか電話にお願いします。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。